写真拡大。いよいよ役者が揃った。左膝裏を痛めて長期離脱していたソフトバンクの柳田悠岐外野手、30が21日のオリックス戦、ヤフオクドームから一軍復帰する。20日はヤフオクドームでの打撃練習で快音を響かせ、チームメイトを尊敬します。100試合以上やっている。疲れていると思うので、自分がいい結果を出せるようにしたいと話した。現状故障明けでフル出場させていない選手も多いが、 V 争いがもつれればそうもいかなくなる。首脳陣はそう簡単にいくものではないが、理想を言えば最後の直線で鞭を入れずにとなれば一番いいとも語る。リーグ戦の先には CS もあり、故障の再発だけは厳禁だ。残り29試合、この日西武が勝ったためマジックは点灯しなかったが、思い描いた最高の展開に近づきつつある。2位西武とは 5.5ゲーム差あり、3位以下は大混戦で、最下位から CS 圏の3位までは 2.5 ゲームしかない。しかも他球団からすればソフトバンクは次から次へと故障者が復帰して戦力アップしている状況だ。21日からは2年前の最優秀中継ぎ投手岩崎も復帰する。現在 B クラスに甘んじているライバル球団からは、さすがにもうソフトバンクには行ってもらって尖らざるを得ないでしょうとの現実的な声も出ている。ソフトバンクにしてみれば、下が叩き合ってくれればかなり楽になるのは間違いない。チーム関係者、ここまで若手が活躍したこともあり、万全ではない主力に適度な休みを与えつつの馬なり部位も見えてきた。その先にある日本一へも順風満帆だ。